横並び少し厳しいんじゃないかというミルの。ちょうどこの奥の扉の向こうが大きなスタジオになっていて、そこで試合が行われています。そしてこのように30人ほどのスタッフが同時の生配信を行ってます。4人で、こういうなんていうか控室とかインタビューとかいろいろあって、なんかいろいろ本当に生活が変わったなっていう感じで。バスケットも本当に世界ではメジャーな競技ではあるものの、なかなかこう日本では普及というかメジャーな競技にはならなくて、ようやくまあ2年前に B リーグが立ち上がって、まあ、プロチームがプロリーグが発足したわけであって、まあ、地域密着でやっていけば必ずこう知ってもらえますし。道内でも OKOKOK、いいやつ、戻る、いい流して。これが止まると必殺技が使えるんですね。これだけ攻撃にも種類があったら覚えるだけでも一苦労ですね。本当にです。世界市場は700億円、次世代のスポーツになるのか。今日はゲームを競技と捉えて勝敗を競う e スポーツ、道内でも広がりを見せています。今年3月に e スポーツ事業への参入を決めた HBA 北海道バスケットボールクラブ。プロバスケットボールチームレバンガ北海道の運営会社だ。まあ、地域国籍年齢、障害問わずですね、みんなが同じフィールドで、戦える。バスケットボールだけではなく、コンタクトできなかった人たちに、スポーツに触れ合う、まあ、機会を提供していきたいというふうに思って、参入をしました。プロ e スポーツチームレバンガ札幌。札幌ビールがスポンサーにつき、 HBA が選手のマネジメントを担う。初年度は先月発足したシャドーバースプロリーグに参戦する。さあこの前、ここはアナレザーディットが手札に変わりました。所属選手は道内と関東圏に住む4人。メンバーの年齢は21歳から25歳。社会人からの転職、学業との両立など経歴はバラバラ。自分もともとその囲碁をやってまして、その小学生の頃からずっとやってたんですけども、囲碁の方は実力不足でプロとかには届かなかったので、まあ、今回この大好きなシャドーバースでプロリーグってものを発足して、なんていうかそういう勝負の世界で生きていきたいなっていう気持ちはずっとあったので。もともと自分イラストレーターっていう職業で、まあ自宅で絵を描いて、まあ日々過ごしてたんですけど、シャドーバース e スポーツっていうものに関して普及をしていく中心になると、何か僕らしい広め方っていうのができるんじゃないか。リーグのゲームタイトルはスマホカードゲームシャドーバース。40枚のカードを駆使して相手のキャラクターの体力をゼロにすると勝ち。この日はリーグ戦第2節、1対1で3ゲームを行い、2ゲーム取ったチームが勝者となる。すみません、普通に負けました。お疲れ。お疲れです。なんかミスってたかな。レバンガは1ゲーム奪うも敗戦。また、次の試合につながる一勝だったと思いますし、また、まあ初勝利向けて頑張りたいと思います。まあ、戦績としては開幕から2連敗ということで、まあ、ちょっと厳しい、シーズンのスタートになってしまったんですけど、まあ、まずこの参入するっていうこと自体がまずスタートだと思っていたので。 HBA はバスケット事業で培ったノウハウを生かし、売上の拡大を狙う。選手一人一人の価値を高めることでチームの価値が高まっていって、引いてはクラブの価値が高まる。そうなるとそれを求めようとするお客様、いわゆるブースターの方々、ファンの方々が増えていく。